東京都出身柳本恵美です。誰でも簡単に自宅で美尻になれるトレーニングをご紹介します。かかとに乗るイメージでまっすぐの線でピーッと乗っていきます。で、骨盤が後傾してる人が多いので少しだけ前傾にします。後ろにプリッと出す感じです。で、お腹と背中しっかり力を入れて上にも引き上げていきます。で、胸をしっかり張っていただいて肩の力をスッと抜く。手を肩の真下に置いていただいて前を見ます。で、胸を少し張っていただいて、張りすぎるとちょっと背中がグッと入って背中が反りすぎちゃうので気をつけてください。ここから足は腰幅に開いてかかとを少し曲げていただいて、かかとをグッと持ち上げるイメージで止めて下ろす、止めて下ろす。これは10回3セットです。骨盤がこういうふうに傾かないように前をしっかり見てお腹にしっかり力を入れてください。寝ていただいて手を置いてもらったら足はちょうど腰の幅ぐらいで置いてください。ここからお尻をぐーっと持ち上げて下ろす。持ち上げた時に息をしっかり吐いてお尻をギュッと締めます。これは15回を3セットやっていきましょう。もうちょっとちゃんとやれよな女性が見るといいんですかね。いや、女性が見る、女性見る必要ないでしょ。美尻を目指すには美尻は男のためになんだから大体ね、あの猿っていうのはそうなんですよ。猿、猿っていうのはね、あのこうケツを見るのね、交尾の際もね。だからこそ美尻、美尻って言葉が嫌だね。美血と言えよ。なるほど。美尻はないでしょ。